えっと、昨日の夜ですね、テレビ朝日さんのですね、見取り図じゃんという、えー、番組に出させていただいてお、2週連続出させていただいたんですけれども、面白かったな見取り図のお二人が、あの、絵本を作るっていうことでね、リリーが絵本を作る、リリー絵本プロジェクトっていうタイトルだったと思うんですけれども、えー、リリーがですね、 美術専攻してたのかなそれとも美術の先生みたいなやってたのかなちょっと、えー、忘れちゃったんですけども、絵がもうとにかくめちゃくちゃ上手いんですね。で、すごいその才能、えー、があって、じゃあその才能を活かしてもう絵本を作ろうということで、じゃあ絵本の先輩と言ったら西野だろうみたいなことでね、あの、先週もちょっとお伝えしましたが、ジャック かいじってる感じで、師匠みたいな感じで来るんですけれども。で、あの、でも相談に対してはちゃんと真面目に本気で答えようと思って、そういう場合はこうしたらいいんじゃないかなとか、そういう場合はこう、僕はこうやったけどね、みたいなお話をね、させていただいたんですけれども、それに対してリリーがもう一応師匠みたいな、西の師匠みたいな感じで来てるから、リリーがですね、もう全部のみにするんですよ。僕はこう、 あの、プペルの時こうやりました、みたいなこと言うと、リリーが、あ、それ、やります、みたいな感じで。でなんか、ストーリー書くときは僕は誰か一人に向けて書きますね、みたいな。あのー、20代女子みたいなことではなくて、えー、弟に向けて書いたり、えー、誰か一人の特定の、えー、人に向けて書きます、みたいなことを言うと、リリーが、あ、じゃあ僕は妹に向けて書きます、みたいな感じで、もう全部僕のやってることをそのまんまなぞるんですね。 それに対して相方の森山さんがですね、お前作ってんの海賊版やんっていうツッコミを入れたんですけど、あれ最高だったな。<laughs> いや、海賊版やないかいっていうツッコミ、もうめちゃくちゃ笑ったな。ぜひこれ TVer とかでね、あの、見れると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。とにかく面白いね、やっぱりね。 見取り図のお二人って本当にね、ネタも面白いですけど、平場のなんかやりとりも本当面白いですね。勉強になりました。あのー、リリーの絵本プロジェクトは、えー、じゃんじゃん進んでいてですね。なんか僕がそこでふらっともう今から予約取ったと、みたいな感じで言っちゃった手前ですね。それも鵜呑みにして、スタートしておりますので、概要欄の方に、えー、リリーの絵本プロジェクトのリンク貼っておきますので、このチャプターの概要欄の方に貼っておきますので、えー、ぜひチェックしてみてください。そして TVer で、 ミドルズじゃ見れますのでよろしくお願いしますというわけで西野さんの朝礼今日もよろしくお願いしますどうもキングコングの西野紀弘ですお笑い芸人をしたり絵本作家をしたり国内最大のオンラインサロン西野紀弘エンタメ研究所の運営をしたりしておりますさて今日はですね 届けたいものと届け方の相性ってあるよねみたいなお話をさせていただきたいと思います。えっと、10月の28日土曜日にですね、幕張メッセで煙突町の踊るハロウィンナイトというですね、盆踊りイベントを企画してるんですけれども、その盆踊り会場のですね、えー、幕張メッセのこの天井を飾るですね、3000個の蝶賃、これ3000超賃という名前がついてますが、をですね、今、クラウドファンディングで集めているんですね。 提灯を支援してくださいというクラウドファンディングを今やってるんです。 で、支援者さんにそこでお返しするのはですね、お礼メールだとか、あとはお礼動画だとか、あとは、えー、名前入り提灯を支援してくださった方にはですね、僕がその名前入り提灯まあ、つまり、えー、支援者様の名前、あるいは支援者様の会社の名前、お店の名前、えー、が入った提灯を持っているところの画像をお送りしたり、みたいな感じで、えっ、ー、と、クラウドファンディングってね、予約販売サイトとして使われることがあったりしますが、今回に関しては ですね。支援者さんのもとに特に何かこう物がね、えー、届くわけじゃないので、別にこれ提灯が届くわけじゃないので、えー、正真正銘ですね。支援のクラウドファンディングになります。で、そのクラウドファンディング、えー、提灯支援のクラウドファンディングですが、えー、スタートからですね。1日、えー、半が、えー、経過してですね。現在ですね。支援者数がえっとね。661名で。 そして支援金額が970万7300円となっております。本当にたくさんのご支援。 ありがとうございます。超賃を支援するぞっていうことで、今すごい盛り上がってるんですね。えー、ありがとうございます。そしてもう腹割って喋りますが、今回の盆踊りイベントの、もうぶっ飛ばし方からすると、とんでもないのを作るので、えー、まだまだ予算が全然ショートしているので、引き続き応援よろしくお願いします。ピクチャーブックで検索してみてください。えー、さてですね、こうしてたくさんのご支援をいただきながら、まあこんなことを言うのも、考えるのもあれなんですけれども、 資金繰りの手段として、ええー、なんでクラウドファンディングを選んだのかなと、ふと思ったんですね。というのも、手数料のことを考えると、クラウドファンディングで集めるよりも、EC サイトで集めた方が、オンラインショップでね、集めた方がですね、手数料は安くつく、まあ、手元に残るお金は増えるんです。 EC サイトをですね、クラウドファンディングっぽく使って、えー、あなたの名前が入った提灯を持った西野明宏の画像をプレゼントっていう商品を販売すればいいじゃないですか。そうですよね。あの、理屈としては一緒ですよね。だけど僕はですね、その手段を選ばずにですね、今回はクラウドファンディングを選んだんですね。で、これなんでだっけなって考えてみたんですけども、結論ですね、雰囲気なんですね。雰囲気。 クラウドファンディング向きの企画か否かって、まあそれこそ経営コンサルタントめいた人、えー、マーケターめいた人たちがあれこれ言いますが、まあ結局はですね、似合う似合わないっていうレベルの話だと思っていて、で今回の場合だと祭りじゃないですか。皆さんの地元の祭りって大昔からそれこそ、 クラウドファンディングで成り立っていたと思うんですね。協賛という名前でさ、えー、それこそ名前が入った提灯がずらーっとね、並んでたりしたじゃないですか。あれって、オンラインでやり取りしていなかっただけで、やってることはクラウドファンディングですよね。大衆から支援してもらうっていう、ファンディングするっていう、えー、やってることはクラウドファンディングですね。で、今回はその延長なので、えー、だから届けたいものと届け方がすごくこう、馴染んでいると。 あの、煙突町の踊るハロウィンフェスあ、ハロウィンナイトの提灯を支援してくださいっていう、この、そしてこの支援の集め方が、えー、みんなお願いしますっていうのは、この届けたいものと届け方がすごく馴染んでると。え、そんなことをクラウドファンディングでやっちゃうのっていうネガティブな、えー、違和感が、えー、今回は全くなかったと思うんですね。 で、今日はですね、明確なデータを元に喋っているわけじゃなくて、僕の肌感を頼りにですね、喋っているので、どうしたってふわっとした話になっちゃうんですけれども、だけどですね、日本で一番クラウドファンディングで結果を出している西野に言わせると、このですね、似合う似合わないっていうのは最優先事項だと思います。つまりですね、手数料が高いからとか、手数料が安いからで販売方法を選ぶのではなくて、 手数料が高くても似合う方を選んだ方がいい。というのはやっぱり、お客さんとの付き合いってその一回じゃないんで、長いお付き合いになるので、たとえその一回分の利益が減ったとしても、気持ちよく買ってもらうことの方が重要だと思います。それこそね、今回の超賃支援をですね、クラウドファンディングでやらずにね、今回クラウドファンディングやりましたが、クラウドファンディングでやらずに EC サイドでやっていたら、どうなっていただろう 多分ね、ここまで盛り上がってないんですよ。ここまで盛り上がっていたか、どうかちょっと怪しいところだしね。今回、えっ、ー、とね、支援者さんから自分にもお祭りを作る機会を作ってくださってありがとうございますってなぜかですね、感謝されたんですけれども、そういった雰囲気もこれ EC サイトじゃなかなか生まれないと思うんですね。っていうか確実に生まれない。クラウドファンディングって多分僕らが思ってる以上によくできてるんだと思います。 この画面のビジュアルだとか、操作感、えー、手触り感のいちいちがですね、ユーザーが応援したくなるように、応援したくなるように、まあ、すっごく考え抜かれているんだと思います。で、ここまで話聞いて、まだこの似合う似合わないがピンとこない人に向けて、一つ例を出すと、えっとね、例えば、初詣に行った時にね、お賽銭投げるじゃないですか。じゃらじゃらって投げるじゃないですか。あれって、オンライン決済だったら、 神社でピッてオンライン決済だったら、どれだけそっちの方が便利だろうが、やらなくないですか左右から小銭出すのめ、めんどくさいからオンライン決済で行きますって言われても、やらなくないですかやっぱり小銭を投げる感じとか、投げた後に聞こえてくるあの音だとか、あれ込みでお再生銭でしょそんな感じで、 EC サイトにはですね、なんかそういった応援めいたものがデザインされてないんだと思います。なので話がちょっと振り出しに戻っちゃいますが、応援ベースの商品、寄せ書きのような商品をですね、販売するのならば、手数料がかかってもクラウドファンディングの方がいいし、 機能ベースの商品を販売するのならば、手数料の安い EC サイトでいい,い,いのかなと思っております。応援ベースの商品、寄せ書きのような商品を販売しようとしているのに、手数料が安いからという理由で EC サイトで販売してしまうと、熱が上がりきらないんではないのかというお話でございました。えー、というわけで今日はですね、届けたいものと届け方の相性ってあるよねというお話でございました。オンラインサロン西野キロエンタメ研究所では、 アキヒロが現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2000文字から3000文字投稿しております興味がある方はぜひ覗いてみてくださいそれでは素敵な一日をお過ごしくださいキングコングの西野明洋でしたじゃあまったねー